こんばんは。にげちゃんですよ。なんか、スチームのストアのページを見たらさ、配信者のゲームで、ストーカーに会うみたいな話らしいんですよね。あんまり公表してないんですけど、実は稲葉ハネルも VTuber になってから数年前に、なんかちょっと特定されてストーカー被害に遭いまして、急いでね、引っ越したことがあるんですよ。今も何もないんですけど、なんで、ちょっと、あれこれ、ハネルの体験談じゃんと思ってさ、そう、やってみようかと。もしかしたらハネルがモデルかもしれん。もしかしたら。実体験してますから。みんなにはバレないように、引っ越しの直前まで生配信して、引っ越してその日にまた生配信をしたから、一日も休んでないんですよ。そう、引っ越したことバレないようにしてたんで。で、だからみんなにもね、その時は全然気づかれなかったんですけど。まあそんなこともありましたが、今ではすっかりね、何もないですから。じゃあ、初めから。ゲームを最初から始めます。いやいや、じゃあさっきクレジット見ただけやつ。アラームが鳴っています。はい。19時30分、配信って書いてある。19時半まで寝てるっていうところがすごい生配信者っぽいですね。いや、女の子、VTuber なの？私これ、マジで誰のやつも見てないけど、VTuber の話なの？ハネルじゃない？マジでモデル。ね。テレビでか。VTuber はテレビなんか見ないから。VTuber ってテレビ見ないんでね。こんなでかいテレビないですよ。ピンクですね。かわいいですね。これか。あれ、女の子じゃん。あ、なんか知らないけど。あ、やっぱり何度見ても私のキャラかわいい。何キャラって。今日も配信、頑張ろう。そんな配信者いるか？ VTuber でさ、今日も配信頑張るぞイエイみたいにさ、そんなやつおるか？ VTuber って。おるか？ VTuber ってキャラなの？VTuber がキャラ？目指せ登録者数1万人。こんなおらんくすっかー。ねみなーでも、オタク喜ばせねえとなぁ。やるかー。でも、ねみ、風呂入ってねえけど、まあ、VTuber だから風呂入ってねえとか、すっぴんとか関係ねえしな。あるか。みたいな感じよ。VTuber なんてみんな。それか、直前まで彼氏とイチャイチャしてるかどっちかよ。今日も配信頑張っちゃうよ。そんなのおるか、そんなもん。何が今日も配信頑張っちゃうよなんて言わねえ、そんな。やるか。ねみーなー、みたいな。腹減ったなー、みたいな、そんなんだよ。やられちゃったー。また最初からとか。やっぱりセーブ内の鬼畜すぎる。そんなセーブないゲームでそんなこと言ってられるか。クソゲーだよーつってるっちゅうの、こんなー。クソゲーだよーふざけんなーって。なんかあるかな？よかったらこれやってみて。ニーの大好き。変なアドレス踏みたくないんだけど、やだ。ニーナ・ジェームス。なんか怖いんだけど。変なウラル踏みたくない。踏まなきゃいけないやつ？配信ごとにアップデートされる仕様になっています。怖っ。ダウンロードしたくない、そんなん。そう、ネットリテラシー高いからよ、そんなん。いつも使ってるサイトだ。いや。おかしいでしょ、どう考えても。ネットリテラシーなすぎやろ、この女。それはやばいね。申し訳ないけど、今は仕事で話せないから明日はない？明日にでも話聞くよ。あんまり思い悩まない。こいつ怪しくない？アスカ。アスカ怪しいな。ピンポンが聞こえた。いや、出ちゃダメでしょ。危ないでしょ。この部屋だけゴミ箱ない？VTuber の家がこんなに綺麗なわけねえだろ。姉ちゃんの部屋はそんな綺麗じゃない。犬がね、荒らすから。うわぁ！どうも。そんな。どうも。アスカー！裸かと思ったらビビった。アスカ可愛いな、結構。チラズアートの作品にしては女が可愛いぞ、今日。注文終わった？私は何にするか迷うほどメニューなかった今。ちょっとブラブラしながら待ってて。ここをブラブラってむずいこと言うな。ブラブラ。元気だった？実は最近好きな人できちゃって。細い子が好きって言ってて、じゃあそんなに食うなって。そうなんだ。ん？それなのにそれ全部食べるの？うん、甘いもの食べたい気分ならわかるー。その人には今の自分を好きになってもらおうってこと？彼の好みの女性になりたいって思ってるよ。ならやめときなよ。それとこれとは別じゃん。確かに別だわ。別じゃないよ、太る。うるせえよ、この女。うるせえ、お前。大丈夫。もう。だから余計に太るからやめろって言ってんの。うるせえ女だな、こいつ。いいだろうが食べたいんだから。注文取りに行く。注文取りに。何？今幽霊映ったことない一瞬。アバターは知らないうちに外れて、何？アバターって何？はてな？はてな？アバターもエクボってこと？はてな？昨日配信で何したか覚えてる？ゲームしたよ。リスナーさんが送ってくれたやつ、それに決まってんだろうが。絶対それじゃん。リスナーって言っても、どこの誰かわかんない人なんだし、そうだぞ、お前たち。お前たちはどこの誰かわからない奴らだ。わかったか？誰がこんなこと。わかんないけど、リスナーさんってみんな会ったこともない他人でしょ。いや、会ったことあるけど。うるせえな、お前。こいつ怪しくねえ、やっぱり。リスナーさん会ったことあるけどね、るちゃん、何回も。そんなことないけど、リスナーさん会ったことあるけどね、るちゃん、握手会もしたけど。リスナーの顔も全部知ってるけど。リスナーの髪の薄さまでねるちゃんは知ってんぞ。誰もいないのを確認して開ける。エレベーターも、人ずつ連れ込まれないように、誰もいないのを確認してから乗る。よいしょ。何回かバレちゃったんだけど、違う階で降りればよかった。ちょっとびっくりした。びっくりしたんだけど、マジで回数バレたじゃん。やばいって何？何？トランスフォーム。ピーピーっての何？スマホだけ止めんの。なんかやばいことになってる。